てくれたんですね。あのですね、ツナさん、春、今ものすごくギュッとしてもらいたい気分です。あら、こんなところで会うなんて珍しいわ。何か用事かしら。見舞いというか、迎えに来ただけよ。ランボが台所で倒れてたの、食あたりらしいわ。食あたりで収まるなんて、かなり強力な胃袋を持っているわね。
私は偵察よ。私の愛のクッキングは最高の味を追求している。そのために研究を惜しまない。ここのケーキは美味しいって評判らしいから味の偵察をしに来てみた。私の味に比べたら大したことないわ。あら、もう行くの？やっと食べれるぜ。この前のあいつなんか俺の前で麺が終了になっちまったからな。昨日またここのラーメンテレビに出てたぜ。ああ早く食いて、もう我慢できねえよ。おいツナ、何やってんだ？ラーメンだって？だって今日はツナんちでみんなで夕飯食べる約束じゃねえか。今食わなくてもツナんちの美味しい夕飯が待ってるだろ。おいおい、一緒に行こうぜ。だから今日ツナんちで夕飯の約束だろ。今ちょうど向かってたんだよ。なら一緒に行けばいいだろ。ほら早く行こうぜ。俺もう腹減っちまったから急ごうぜ。今日のメニューなんだろうな。ツナんちの飯ってうまいよな。あれ中大名、おめえも一緒か、野球バカ。お商店街で偶然一緒になったな。もちろん10代目の家にちょうど向かうところでしたよ。腹減ったな、早く行こうぜ。10代目のお母様の料理楽しみだぜ。10代目、なんか顔色悪くないですか？ならいいんすけど。俺から美味しい料理が待ってんだぜ。ちょっとぐらい具合悪くたって全然大丈夫だって。お、お揃いだな。あ、こんちはっす。あ、そっか、今日はおめえも一緒に夕飯だったな。10代目、やっぱりかなり顔色が悪い気がするんですけど。はあ、エンツィオなんてどうするんです、十代目。そういうことなんすか。いいぜ、ほら。エンツィオが水たまりに。やばいぞ、みんな逃げろ。お、なんだこれ、面白えな。なぜ町に山の神が。 お怒りだ、静まりたまえ。
よーい、ダン。あ、ほー、かわしたらですか。なかなかの運動神経じゃん。けど、次は逃がさないじゃん。ウルフチャンネル。逃げんの逃げんの。せっかく見つけた獲物、逃がしてたまるかってやな。うわぁ、来た来た。やっぱ来てないべよ。待ちやがれ、おとなしく締めやがれ。あなた忍者でしょ。ちゃんと答えて、お兄ちゃんから聞いてるのよ。ツナ君を襲った忍者でしょ。そこで待ってて、今お兄ちゃんを呼んでくるから。待っててね。ジロジロ、みんな、俺がここにいるのがおかしいか。お前も俺のことが分かってきたな。ま、いろいろめんどくせえけどな。おい、エクセレル。ああ、ねえミーナ、台本作りがこんなに大変だとはよ。眠気覚ましに景気よく一発でかいのぶちかますか。
っしゃー、やっぱ気合を入れるにはボムの音を聞くに限るぜ。今日も一日10代目のために頑張るぞ。ちょっと待って、君ずいぶん前に投稿したんだよ。何の話？教室にいたのに、いつの間にここへ来たのだ。なるほど、貴様の俊足には以前から注目していたが、やはり鍛え方が違うのだな。まあそう釣れないことを言うな。どうだ、俺と極限の走り込みに挑戦しようではないか。とか言いながら早速競争か？貴様には負けんぞ。君たち、廊下を走らないでくれ。俺はこいつと極限の走り込みをしているのだ。文句があるなら貴様も勝負しろ。では行くぞ、スタート。走るなって言ったのに聞こえなかった。山本、なんだよ山本。行くぜ、やってやるぜ。はい、まずは一つホームランえな。貴様、偽物だったのか。
警告したはずだよ。噛み殺すか。お兄さん、ひばりさん。まさか学校で忍者に狙われるなんて。朝からもうフラフラだよ。もう大丈夫っすよ、十代目。俺がついてますから。ありがとう、ゴクデラ君。つーか、本物だよね。俺を疑うんすか、十代目。ごめん、だってもうわけわかんなくてさ。それより十代目、ついに完成したんすよ。何が？これっす、学園祭の劇の台本っす。分厚い。何しろ十代目の活躍場面だけでも50ページはありますからね。劇の制限時間確か30分だよ。息をもつかせぬハードなアクションの連続っすから、50ページなんてあっという間っすよ。おお、できたのか台本。私にも見せて。クラス全員分印刷してあるから、てめえら持ってってよーく読めよ。早速配役を決めなくちゃね。あれ、配役表にツナとゴクデラだけちゃっかり書き込まれてんじゃんか。しかも他は空欄のままだよ。俺は主役の10代目が活躍してくれればあとはどうでもいいっす。それにしても長くねえか。うるせえ。アクション指示を細かく書いてあるから長く感じるんだよ。かいつまんで内容を説明してくれよ。めんどくせえな。まあいい、よく聞いとけよ。主人公の忍者、もちろん10代目っすけど、敵対する忍者の砦に忍び込んでバッサバッサやっつけるって話だ。それだけ？この芝居の最大の見せ所は忍者の変身七変化なんすよ。なんだそれ。一人の忍者が変身して姿形を変えて何人もいるように見せかける技だ。敵を撹乱させて忍者の砦を奪うんだよ。おお、面白いじゃん。なんだか楽しくなりそう。二人とも本気で言ってんの？もちろん、変身して見せ場を作るのは十代目っすからね。変身ってそんなことできるの？俺に任せてもらえれば大丈夫っす。小道具から何から全部手配します。そこまでしなくても。よし、おめえら読んだか。読んだら配役を決めるぞ。つうか出てくるのってこの悪役七人衆ってのだけじゃねえの？文句あんならてめえは裏方やってろ。もちろん俺は悪役七人衆に立候補するぜ。私もこのセクシークノイチやりたい。セクシーなの？ゴクデラ君。マヌケクノイチってのとデコボココンビなんすよ。10代目に何か希望があれば遠慮なく言ってください。いや、俺は別に期待はしてるけど。俺は極限忍者に立候補するぞ。だからお兄さんはクラスが。白雪姫なら心配するな。そちらも極限にやり遂げる。それよりも今から俺がこのお方と共に忍者の何たるかを教えてやる。パオーン。パオパオ老師、俺たちの劇に出てくださるんすか。光栄っす。だからリボーンだって。
おい、間違えるな、タコヘッド。パオパオ老子に変身した服部師匠だ。何？しまった。パオーン。どう違うのそれ。まだあと2人枠が残ってるの。マヌケクノイチとマヌケ忍者か。厄介なのが残っちまったな。誰だ。ランボ十兵衛だもんね。手裏剣シュシュシュ。おわっ、俺に向けんじゃねえアホ牛。だから勝手に学校来るなってのに。ランボ十兵衛、命ちょうだいよ。ビーム手裏剣。じゃないって。大丈夫か、ランボ。でもお前たち、ずいぶん上達したな。少ないと思うけど。もう劇に出ちまえよ。ランボさん、主役？それはどうかわかんねえかな。てめえ、勝手に決めんな。ランボさんやる。リピも頑張る。おう、頑張ればヒロインになれるかもしれないな。何勝手に仕切ってやがる。これは十代目の劇だ。アホ牛ども舞台に。まあやる気になっちゃってるみたいだし、もう無駄だよ多分。くそ、まあいい。とりあえず配役はこれで決まりだな。あの極寺君、一応クラスのみんなでケツを取らないと。てめえら文句ねえな。よし、配役も決まったところで特訓だな。